はい、戦国武将紀行加藤清正公、増長の方でもねこちらで出してるんですけども、ちょっと武将としてのね、清正公の内容についてちょっと詳しく触れたいと思いましたので武将紀行の方にしました。清正公はですね、熊本城のね築城で、熊本藩の初代藩主として有名ですけども、全国にねお名前が結構知れ渡っていて、清光さんってね、清光と書き清正と書いて清光さんって、親しみを込めて、清正公さんとかね、なんかいろいろ言われてるみたいですけども、元は虎之助ですよね、市松虎松とかね、要するに秀吉子飼いの武将でですね、極端に言えば秀吉の、奥さんのねねですねが、養子というか育てたような育ての母みたいな感じですよ。そこからですね、幼少期はともかく、随一名前を挙げるのはですね、やはり賤ヶ岳の七本槍と、秀吉に従ってですね、他の、戦いでも武勲を挙げたと。武勲もやっぱり素晴らしくて、清正っていうとお城作りの名手ですねっていうのがもちろんなんですが、それに至るまでにですね、築城手がける前にやっぱり武将としての活躍というのがいくつかあってですね、有名な戦いを含めてちょっといくつか話をしたいと思いますけども、秀吉子飼いの武将っていうのはね他にもたくさんいたんですけども、秀吉はちょっと自信に恵まれませんでしたので、お一人だけ本当にいたみたいですけど、ちょっとそれも定かではないというところですので、ちょっと秀吉の子についてはちょっと控えますけど、先ほど言った通りねねにですね、ちょっと養子ぐらい自分の子供ぐらいな感じでですね育てられ可愛がられた、加藤虎之助ですね。もともと秀吉と同じ今の中村ですね、中村区ですね、行政でいうとに生まれたということなんですね。で父親はどうもその武家というよりも清兵衛さんという方らしいんですが、その方の娘さんがお母様ということで、加藤家っていうのはその代々、武家であったかどうかっていうかちょっとわからない部分があったんですが、どうも梶氏 その加藤氏ではないかと。ただ大元は藤原系の加藤氏のような感じもしますけどもね、ちょっとその代々武将っていう感じではなくて、福島正則とか他の方たちもそうなんですけど、歴代がですね、大名だったとかそういう方はほとんどいないわけですよね。農民ではないですけど、敬拝の武将とか、そういう方たちをね育てて、自分の武将として育てたのは、七本槍で活躍した人、特に活躍した人たちですからね。で最初はですね、暗黒大名になる前は秀吉からですね、いろいろ感情をもらったり、その戦いごとにですね、要するに秀吉の戦いにはほとんど参加してたわけですから、すぐにね三千石とか、特に賤ヶ岳の戦いはどうしてもねやっぱり有名ですけども、その残で、書類を与えられて、それから暗黒大名になっていくわけですけども、他の大名たちもそうですけども、やはり出発がねやっぱり子飼いの武将ということで、他の外様の大名とか敵対する大名なんかからすると、非常に何ですかね、敵対されるというと変ですけど、可愛がられてるだけにですね、ちょっとそういう部分があってですね、福島正成もそうでしたけども、それが最高潮が関ヶ原なんですけども、いずれにしてもですね西日本地域で活躍することになってですね、九州、昔の熊本城で、今の熊本城とはちょっと場所違うんですけど、菊池市とかね、熊本は他に南北朝時代から有力な武将たちがたくさんいましたんで、その跡地に入ったわけですけども、同じく半国の大名であった佐々成政と合わせてですね、肥後の国を治めるわけですけど、その時点でももう25万石の 大名ですよ。もう福島正則も清須で20万石いただいてましたから、何ら変わらないんですけども、いずれにしてもですね、そんな大名で出発したわけじゃない方がですね、ここまで大きな領地を得て、秀吉の信任を得てですね、本当に豊臣一筋という方ですから、豊臣家の高官に尽力したと。で秀吉に亡き後はですね、秀頼公、秀頼君をお守りするためにですね、尽力した方であったと。その点はですね、福島正成も負けないんですけど、ちょっとお二人は性格がだいぶ違うですし、あと奉行職だったその同じ豊臣家臣で、秀吉に可愛がられてた石田佐吉、石田三成ですね、そのあたりの方たちとちょっと馬が合わないというか、要するに武断派と文治派というか、道
成の方は、まあ、戦にも出ていたんでしょうけども、まあ、どちらかというと内政面の手腕を発揮した方たち、それと加藤清正や福島正成などは普段派と呼ばれる人たちですよね。同じ秀吉子外でも、まあ、その戦の戦歴でですね、武功を上げてきた人たちと、そういう方たちとちょっと二分するような形になってしまって、まあ、それで、まあ、ちょっと関ヶ原のね、関係にも、まあ、ちょっとしてくるということになるんですけども、まあ、結果的に清正公ですね、豊臣家のその衰退と、まあ、滅亡を見ないまま、亡くなるということです。あと、まあ、武勲といえばですね、朝鮮半島、まあ、今の韓国ですけど、朝鮮半島に渡ってですね、あちらで戦ったということも有名ですし、加藤、清正といえば虎退治でも有名ですよね。まあ、そういったあの逸話の多い方、まあ、お城のこともそうですけども、まあ、非常にあのそういうところからもですね、まあ、家臣からも慕われ、まあまあ、秀吉からもね、可愛がれ、他の武将からは、まあ、やや恐れられと、そういう名称であったということには、まあ、変わりはないと思いますけどね。まあ後のね、熊本城で、まあ、最後、迎えるわけですけど、この方は朝鮮とかね、いろんな戦い出てますけど、戦死ではなくてですね、熊本の方で、まあ、病死ということでちょっと伝わってると思うんですけども、ちょっとはっきりした死因とかちょっと私もよく知らないんですけど、まあ、息子さんの代になってね、ちょっとやっぱり徳川の方から目をつけられることになって、まあ、そんなに悪いことしたと思えないんですけどもね、やっぱりちょっと改易ということでちょっとご子孫はね、まあ、いらっしゃいますけども、まあ、ちょっと大名家としての加藤家はもう改易ということで、ちょっとね、そこは残念な部分ですけども、あとね、やっぱり武断派の武将ということだったんで、まあ、これはちょっと私の考えですけども、その秀吉の政権下でですね、まあ、戸様であったもともと小早川隆景が、まあ、五大老という職があるんですが、まあ、その後ね、上杉に関係勝つかと、まあ、清正公とかね、五代の武将たちもね、大老職に入れてもよかったんじゃないかなって勝手に思ってます。まあ、大老の下にね、もう一つ職を作って、豊臣派の人たちをね、まあ、加藤清正、福島正成とか、そういう人たちを入れてもね、よかったに二重政治になるかもしれませんけど、どうしても五大老ですよね、もう筆頭の5人が、どうするかで国が変わってしまうということになります。結果的にね、前田利家がもっと残ってればまた違ったかもしれませんけども、そこはね、ちょっと清正公とは直接関係ないんであまり触れませんけど、ちょっと今日風強いんですよ、本当、なんとかすいません、お見苦しい点があったと思いますけども、お許しください。まあ、ざっと清正公もっといろんなことを話したいんですけど、まあ、ここではですね、ちょっと全体的なことを話をしました。また戦のこととか部分的なことはその現場現場でですね、機構を出してますので、それをご覧いただければと思いますね。はい、加藤清正公でした。